放送席、そしてドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今シーズン、ロッチを見に行きたいと思います。1ヶ月ぶりの登板で、今シーズンの初勝利となりました。まず今のお気持ちどうでしょうか。そうですね、もう野手に打って、守って、助けてもらったので、本当に感謝します。久しぶりに登板になりましたが、今日はちょっとどんな思いでマウンドに上がりましたか。とにかく一人一人、抑えることを意識して、相手のピッチャーも、うちとの相性いいので、ロースターのゲームになるかなと思ったんですけど、本当に野手が出てきて良かったと思います。野手の皆さんへの感謝がありますが、守りの部分でもですね、石川選手のプレーなどかなり大きかったんじゃないですか。そうですね、はい、本当に大きかったと思います、はい。ご自身の投球を振り返りますと、立ち上がりからかなりストライクゾーンに攻めている印象がありました。今日振り返っていかがでしょうか。バラつきはあったんですけど、しっかり自分のまっすぐで勝負できたかなと思いますし、次に向けてしっかりフォアボールをなくしていきたいなと思います。点差詰められてピンチの場面では監督がマウンドに来られました。あそこではどんな声掛けがあったんでしょうか。もう6番目に任せたからって言われてたんですけど、フォアボール出して、途中で変わってしまったので本当に悔しかったですし、次の登板、しっかり抑えられるように頑張りたいと思います。初勝利がつきました。そしてご自身としてもストレートなど手応えもあったかと思います。そのあたりいかがでしょうか。はい、手応えはあったんですけど、まだまだと思うので、次の登板に向けてしっかりまたレベルアップしていきたいなと思います。これでチームは連勝、ベイスターズ戦初勝利ともなりました。今後に向けてどんなピッチングを見せてくれますか。はい、もっと自分らしいピッチングできるように、チームに向けてそのために頑張りたいと思います。Yeah.